桐塚智です。じゃあ皆さん見てください。電気いりませんね。電気いりません。お腹すいたかな。この後じゃあちょっとどっか行きましょうか。まあ、渋さん大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。明日遅いんで。あ、本当ですか。吉部さん大丈夫ですか。じゃあ鎌倉行きますか。いいですよ。鎌倉なんかあるかな。ゲジゲジトンネル、はい、車載配信で。いや、心霊スポット配信で。大丈夫ですか。行きます。あ、ちょっと待って、俺 Wi-Fi 持ってきてないけど届くかな。届くかな。あ、でもここで入れといたらいいな。 Wi-Fi 持って切れたらごめん。あ、でもいいか。Wi-Fi あるとあ、なんていうトンネルが電波なくても電波来ておけば結構入れるんですよ。ああ、なるほど。あ、ちゃんと4名の方がいますか。6名の方いらっしゃる。マンボウさんいらっしゃる。あと32名。あ、キムさんいらっしゃる。9個名とかあるじゃないですか。はい、9個名、全部変わる。あ、悪かったですね。あそこは Wi-Fi 持ってないんです。あ、はい、Wi-Fi あると半分まで行きます。あ、皆さんこんばんは。あれなんですか。宮崎さんが、はい、息したっていう神社が。ああ、神社。なんかその酒だ、ね。そこにしたいなと思って。ちょっとなんかこれ道が。これアイポッド持ってるんですよ。はい。これでデザリングできる。できますよ。Wi-Fi でも。でもできますけど、まあ電波が大変ですよ。大丈夫。全然関係ないですよ。できる。同じ風です。あ、できるんですか。はい。できるんだけど、結局は多分チームとも結構やってるじゃないですか。はい。でスマホで見てたら待機ステージになる。あ、そうです。今後のことを考えたら、はいはい、だからやっぱこういう データ通信あるんですか、はい、これが確かね月3000とかなんですよ。ああ、そうなんですか。これ3ギガまでなんですけど、はい、もう一個契約できるから多分7ギガぐらいいけるんですよ。で5000ぐらい。いや、僕ね多分7ギガで十分です。まあまあペース大事だな。多分1ヶ月で5ギガ使うか使わないんです。まずあスマホで見ちゃダメですね。そうですね。見たら持ってかれますね。制限が早い。はい、じゃあ行きましょう。本当に寒っ。ね。あ、コンテナありがとうございます。なんだよこれ。あ、トンネルなんかあったかい。風来るな、風来るな。寒いっすよ。こんばんは、あとね。鴨川行きたい。あ、車来た。鴨川、怖えな。怖いっすよ。撮りました。そうなの、これ綺麗にしちゃったからね。昔はもっと手彫り感みたいなのがあったんでね、雰囲気もあったんですけどね。だからその時行きたかったんですけどね、閉鎖されてた。僕が行った時は何やってんでしたっけね。ちょっと富士塚トンネルで検索すると皆さん分かると思う。車来るね、結構ね。なんか来ないか。でもちょっと風が強いかな。うん、こんな短いよ、短い。何枚だろう。何メーターぐらいです。40メーターぐらい。30メーターぐらいですかね。うん、ここ行けますね、トンネル内もね。結構いい勢いで。いけるね。ライトいらないですもんね。省エネですよね。またこれね、ナイトショット入れるとね、ちょっと雰囲気出るんですよ。こういうとこ。ちょっといいですか。綺麗ですね。綺麗ですね。雰囲気出ますね。ね。本当ね。引かれたらやばいよね。ちょっと、ね、俺もミスったと思う。
でも前の面影がね、本当にこれがね、こうなってたんですよね、確かね。低かった。そう、低かったんですね。この分広がってるし、でも電波いけちゃってますね。すごいな。ちょっと落ちたけど、まだいけてるかな。女の子の幽霊。異変、うめき声。なんか、おお、ありがとうございます、幽霊。だから、この、なんていうのかな、周りが雰囲気があるんでね。だから、明るくなっちゃったから、前はもっとね、ほんと雰囲気あったの。周りがこんな感じじゃないですか、ほら。おお、びっくりした。足踏んでたし。こんな雰囲気ですよ、ほら。だから雰囲気もあるんですよ。周りが雰囲気があるね。あれ果ててて。雰囲気あるでしょ。そう、ま、そう、ま、そう、街頭テレだったの。だから雰囲気あって、工事しちゃって、雰囲気流しちゃう。だこの辺りがもうほんとね、ほんと暗いです。見ての通り。お金かけちゃってね。なんかすごいね、この足ね。要塞があります。要塞になってるよ。階段登んないけどね。もう足ガクガクなんで。左側すごいですね。すごいよ、なんか。向こうが要塞です。要塞だよ、ほら。見てこれ。トンネル。これ何がね、あれかな。そうなんだよね、多分そういう噂があって結構来るからだと思うんだけど、雰囲気はね、昔はすごいあったんですよ、僕も行った時はね。ライトがあるから、ライトが十分。フラッシュいらないですもん、使ってないですもん。使ってないです。でこんな感じですよ。こんな感じですよ。撮りますよ、これ。こうでしょ。ピンボケしなきゃ、こんな感じ。レンチャンで。結構雰囲気出ますよね。出ますね。こういうの。お腹すいたな。ゴミ屋敷だ。富士塚トンネル。名前知らない。ここも結構ね、だからその有名でしたよね。こういう感じのトンネルです。あ、コンテナ君ありがとうございます。どうもね。ストロボいらないコンテナ。これでも全然映りますよね。そうですね。あ、どうもありがとうございます。究極のね、あの雰囲気を出して。なるべく省エネで。ちょっと行ってみましょうか。でもちょっと危ないからね。こっち側渡りましょう。うわ、風冷たいな。お腹空いちゃったな。これナイトショットの方が雰囲気出ますね。なんかナイトショットの雰囲気出るよ。いいね。結構有名ですね、神奈川でもね、ちょっとね。ナイトショットだと心霊スポットですね。そうね、心霊スポットですね。でもナイトショットと切るとこんな感じ。普通のトンネル。普通のトンネルだね。明るすぎちゃうね。違うからね。もう今現在はもうこんな感じですよね。そう、ライト消してくれた方が雰囲気あるよね。これ全部綺麗にしちゃったからね。ほんとこんなのなかったからね。あっちですもんね。奥の位置ですもんね。あれほら、増築しちゃってますもんね。綺麗にしちゃった。トンネルが奥にあります。え？奥のトンネルの後だ。そう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 なんですよね。だから、雰囲気ね、あったのに。綺麗じゃなかったんですよ。昔の農業ですよね。ですよね。お金かけちゃったもんな。
汚しましょうか汚しても多分この内側がね、外側、まあ中側だけどね、それが昔の前には面影があるんだよな。すごい金かけてるんだよね。鎌倉のね、手ぶれなんかすごいっすよね、雰囲気。まあ、ライドついてるからまたね、ついてるとこは。殿山トンネルがすごいですよ、あそこは。多分ね、吉部さん見たら多分見えちゃう。霊感ある人もうみんな行ってますもん、あそこは。うん、ダメだって。撮れちゃうかもしれない、写真で。寒いな、こっち側方面。あったかい。山上を結構登ってこう下ってたんで、結構風来るんですよね。うん。そっち側ところにね。まあ、今日は本当寒いわ。しかもあそこに LED ついちゃってるしね。てか、ね、こんな感じです。風がないよ。風がないよね。中の風がありますね。そう。こんな感じ、黄色でね。なんかこれ、なんか怪しくないですか。防犯カメラ設置しました。あ、防犯カメラ設置しました。どこに？ここに書いてあるんです。あ、あんの？なんかなかったですよね、うん、あれかな、じゃあ、そんな。いや、でもカメラに映るじゃないですか。あ、いや、でも赤外線があるからね、多分。こんな感じ動くから。ねえ、なんか廃墟っぽいですけどね。雨ですね。これ取っちゃうか。入って右側じゃないですか。中入らないと思います、ね。まあ、入っちゃったのは私有地ですからね。これ廃墟じゃないですか。でも車とか積んでんだ ね人が、うん、でも人はいないみたいな、うん、中のあれですかね、じゃないですか、ね、工事の、うん、ですね、うん、庭しかないですかもしれないですね。廃墟じゃないね、住んでるね、多分ね。資材置き、うん、資材置きだと車とか危ないですね。いや、ちょっとね、皆さん、人も歩くような感じなんで、ちょっと定点で見ててください。定点で。ですか？大丈夫です。これでいいですか？元は一石二鳥ですよね。こういう時はね、これがいいんですよ、マイク。あ、でも、iPhone 用のマイクありますよね、売ってましたね。2000円くらいするんですけど。外向けのマイクありますか。あ、そうなんですか。うん、あと、こういうモフモフ買っていれば、巻いて。跳ね切りがすごい、あの、いいと思いますね。あれはアンプも売ってますよね。あ、そうなんですか。うん、これなんだ。うん。アンドロイドは売ってないから。8000円の。8000円ですか。8000円ですか。これ買った当時2万円しましたよ。すごいね。ソニーのやつで。24倍。いいですね。だけど、あの、データ通信買って、高額で。あ、そう、あの時なんか商品券よくやってますね。高額10で24枚くらい。あ、いてどうもね、串田さん、あゆさんこんばんは、どうもね、行ってみよう。いらないですね、手ぶれちゃった。そうですよね、高額は無理ですよ。今日3つ目ですね、一応ね。まあ、つまんない、今日なんかあんまりなんか納得いってないけどね。今度山側の方が怖いですね。電波が問題ですよね。旧小峰も行きたいですね。旧小峰はね、僕行きました。
はい、行きました。もう登って、知ってますか、その上に行き限度があって、あー、はいはいはい、はい、天文所が来たら、来たらこのポワンと音があって、うん、シューって歩いて、あ、そうなんですか、見ちゃって2人よかった、上がって、僕は始めた頃ですよ。あ、本当ですか、うん、で、やっぱり定点するとなんか音が、はいはい、声とか、僕は知ってても定期でちょっとまさに流してますけど、雨の日といいですよ。あ、本当ですか、あそこ雨の日と何か流れてます僕今 TS 残してますよ。あ、本当ですか。大梅側に行くと車を中まで来て止められるんだけど、うん、逆側から行くと、そうそうそう、はい、結構行ってますよ。下の方で止めないと見れた。あ、そうです ね、はい、もう車通れないで。どうですか皆さん、大梅側から回った方がいいんですよね。あ、かもしれない、僕ね、両方ルート。ただ宮崎町の 家、またね、家の脇とか近道ホームだと、はい、こっち側ですね、アヒルのだっけ、はい、ここから行くとちょっと距離あるんですよ。距離ありますね、うん、はい、で両方も電波あるんで、こトンネルないかダメです。ああ、僕はアヒルの側から行ったの、はい、あいつは、はい、下だとね、こっち側トンネルとかあるんですよ。結構歩きました、うん、でしょうね。あと、あそこ昔バス通ったんですよね、トンネルとか、うん、トンネルで行ったんですよね。あ、だから逆に昨日この間僕が言った八王子でしたね、あの墓参りがすごく良くなりました。上手じゃないと思うんですよね、無事的に話して、本間のところ行くと怖いですよね、うん、すごい怖いですよね。学生が坂道ね、多分大体小田原にあるんですよね。安倍さんなんですよ、安倍っていうの、命が小田原の安倍っていうのは北条の松江なんですよね。この間ドルさんが八王子行ったのはあれですか、この間ほら、うん、あのここ上がってくんだっつって僕と一緒に行った時に、そうそうそう、あそこ行ったの、あそこの脇から、そう、あそこ行ったの、いや結構歩きましたね。亡くなったのはすぐ百何十年も前ですね。でもそこで亡くなってないですからね、小田原なんで、やっぱり小田原のあそこ七曲り行く道あるじゃないですか、はい、神社が下にあるんですよ、はい、そこで祀ってるんで。ああ、そうなんですか。あの七曲りやばいですね。七曲りやばいですね、九階堂はね、天山の部屋あたりかな。あ、そうそう、天山ちょっと前ぐらいなんですよね、あのちょっと登ったところ、今多分コンビニがあると思うんですけど、そのあたりなんですね、はい、やばいですね。右側に神社があると思うんですよ、でも夜入れないんで、管理されてるから、ダメですよ、昼間しか。ここもういないね、いないね、もうね、眩しいでしょ。なかなか友達と2人で、頭が空いて、うん、そこ有名ですよ、一応ね、富士塚トンネル。あ、幽霊の町がある。あれ、なんか今声聞こえたのは、観音岳の灯台、僕一人で歩いてたんですよ、夜。なんか、向こうから体調連絡が来て、会ってきたんですよ。幽霊の町がね。手で泣いてしょ、ふざけた。俺は幽霊じゃないですよ、ね、また何も懐中電灯もたないで、それだけなんだね、あそこ街灯あるじゃないですか。ちょっとね、ご飯食べてから、最後パン、あと一か所か2か所ぐらい行けたら、鎌倉編見てください、じゃあ皆さん鎌倉の方も、あそこ行きましょう、蓮間のトンネル行きましょうか。この間行った、この間行った、あの、鎌山ですか、水木とも、あの朝日なんですね。あ、朝日、あそこやばいっすよ、12時になっておいて、カーッ、カソバが動くんですよ。え、動いてるんですよ。何が動くんですか、モーターが。あ、そうなんだ。カーッ、12時ぴったりになって、職場ファンが回ってる、職場を掃除してるんじゃないですか、自動で多分。あの、持たない時に逆に職場焼かなきゃいけない。なるほど、そういうことか。そこでもいいしね、水木トンネルね。でもあんまり大きい声で言っちゃうとみんなバレちゃう。バレちゃいますね。じゃあ他のところにしますか。他のところでしょう。うん、お帰りなさい。鎌倉。鎌倉のどっか行きましょうかね。もう登る系はやめますから、もう足が痛いから。こっち見たくなります。今ね、ここが一番痛いですよ。こっちよりかこっちの方が痛い。左が痛いですよ。うん、左の方が痛いです。そうですよね。左なんか悪くて、ビシビシって結構歩くと痛くてね、あの、もう見ちゃいました、毎日見ちゃったままに行くと、低い腰を持つ。危なかったんですね、僕ね、胸ともう肩、もうやばいですよ。だって、こういう仕事が多いですよね。こういう仕事も、人に向けた仕事が、はい、じゃあ皆さんね、また後でじゃあお会いしましょう。ちょっとまたバッテリーが流れちゃったんでね、また充電します。
今充電かけてないんでね。ってことでこっちも後ほどで、後ほどでちょっと移動してご飯食べて、多分今12時でしょ、まあ2時頃になっちゃうかもしれないね。それで撮影ラストになるかもしれない。皆さんありがとうございます、うん、お願いします。1時半とか1時40分ぐらいになるかもしれないですね。車載できるんで、起きてる方はお願いします。皆さんが好きな2時頃の時間です。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。スマホをつけるとこはないの。じゃあね、富士塚トンネル終わります。お疲れ様です。